1841年に作成されたオーストリア南部鉄道の路線図ドボバリブリアナ線は、スロベニア共和国のドボバとリブリアナを結ぶ路線である。ドボバ駅からクロアチアとの国境を越えると、サブスキマローフの街があり、列車はザグレブ方面に直通する。全長は 114.751km であり、全線が複線電化されているが、 ドボバ・リュブリャナ間は直流3000ボルト、ドボバ・クロアチア国境間は交流50ヘルツ 25KV で電化されている。ハムヨーロッパ回廊の10号線の一部を形成する。オーストリア帝国時代の1849年にウィーン・グロック・ニッツァー鉄道会社によって建設されたオーストリア南部鉄道の一部として、セリエジ・ダニモスト・リュブリャナ間が開業したのが始まりである。 1862年には、ジダニモスとドボバザグレブ間が開業した。1919年から1977年に、かけては、オリエント急行が当線を経由していた。ルブラナからザグレブ、ベオングラード、ウィーンに向かう、国際列車が当線を経由する。国内列車も設定されている。ありがとうございます。